な人は友達を作りにくいと思う人が多いかもしれませんが、私は逆に作りやすい、もっと言えば親友を作りやすいんじゃないかなと思います。今日はその点について私の経験をもとにまたお話ししたいと思います。私は学生の頃、いつもガヤガヤ騒いでて、学年中や学校中の人たちが顔を知っているみたいな人やグループが苦手でした。で、めったにはないですが、もしそういう人たちに話しかけられたら、面白いこと言わないといけないとか、面白いリアクションしないといけないとか考えすぎて、結局何も言えなかったり、ダサい返答しかできない自分が嫌に感じたこともありました。でも今考えたら、その人たちが上で私がしたとか別に誰が決めたわけでもないし、それは自分の頭の中だけにあったランク付けだけで、今考えれば自分の正直な本当のベストなリアクションをしたわけで、その人たちに受けなかったからって自分がダメとかその人たちより下っていう意味にはならないってわかるんですけど、学生の時とか社会でもそういうなんか大きなグループにいる時にはそういうのに気づくのが難しい人がたくさんいるかもしれません。そんなこんなで内向的な人は友達を作りにくいとずっと思っていたのですが、いろいろ勉強してきて最近は内向的と言われる人、もしくはそう思っている人、そう見える人を全然違う視点で見るようになっています。ここで少し HSP の話をすると、内向的であり HSP でもあるという方ももちろんいるかと思いますが、内向的な人全員が HSP であるというわけではありません。私の考える HSP と HSP でない内向的な人の違いは、表からは両方とも静かで落ち着いた人っていう風に見えるかもしれませんが、 HSP でない内向的な人は物事を客観視できる、見通せる、ぶれないものを持っている。一方 HSP は表には静かに見えても頭の中ではどうしようどうしよう、何がベストかな、どうしたらいいかな、ああできないかもしれないとか、いつも頭の中はフル回転で周りの感情や環境に左右されやすいというのもあります。子どもの頃から寡黙で目立たないような人たちがクラスの中とかにも必ず数名はいると思うんですが、私はそういう人たちを真の強い人だと思います。ガヤガヤした組の人たちは、その静かな人たちのことをなんか地味とか真面目とかレッテルをつけて負け組みたいな扱いをしたりするかもしれませんが、そういう寡黙な静かな子たちはいつも周りをよく見ていて、頭の中ではいろいろ観察して物事を整理したり分析したりする力がある。思ったことがあっても感情的に声や行動に出したりすることはなく、内側に抑えておくことができる強さがある。小さい頃からそういう面を無理に変えようとせず貫いて、一人でも強く大きいグループの中にいることができる人はとっても強い人なんだなと。学生の頃はそういう視点はなかったのですが、今ではそういう風に感じます。ちょっと話はずれるんですけど、バンドしてる友達がいて、自分のライブが終わって結構成功したみたいないい気分、自信がついた気分で家路に向かってる時に、高校の時になんか人気者だったみたいなイケメンで、それこそ学校中みんなが知ってるような人が飲み屋街で、その人が道で履いてるのを見かけた時に、なんか勝ったっていう気がしたっていうのを話していました。勝ち負けではないですが、そういう学生の頃に怯えていた、学校の中だけであった見えない上下関係みたいなものは全くのデリュージョンだったっていうのに気づいた瞬間だったのかもしれません。内向的な人と内向的な人の組み合わせの場合、内向的な人は自分を偽るのが苦手なので、でも内向的な人が相手だと自分を大きく見せたり偽る必要がないので、本音で話し合うことができる、素の自分を出すことができる。ということは表面だけの軽い付き合いではなく、心と心、深いところでお話ができるということで、それは親友になる可能性が高い関係性が作れるんじゃないかなと思います。お互いに内向的だと、最初は両方ともシャイでぎこちない空気があったり、本当に信用していいのかなっていう不安な気持ちがあったりで、時間はかかるかもしれませんが、会うたびにどんどん深い付き合いになっていくと思います。長所も短所も見せ合えるのが本当の友達。
親友と言えると思います。表面だけ繕ったような SNS 上だけでは仲良しみたいな関係はきっと中身のない友情で、どんなに SNS 上では楽しそうに見えたり充実した日々を送っているように見せても、お家に帰ったらなんか疲労感と寂しさだけが残ってるみたいな。内向的な人はもし誰か明るく振る舞っているような人がいても、なんか同じような空気を感じたり見て分かったり、あの人も内向的な人だなって感じるものがあるはずです。そういう直感を信じてみてください。私も一目惚れみたいな感じで、直感でこの人と友達になれる、なりたいと思った人と13年か14年くらいお友達している子がいます。後から聞くと、そのお友達も私に初めて会った時なんかそういうものを感じてくれていたそうです。表面だけ取り繕って同じ格好を真似たり同じ趣味を持とうとしたりしても、いつかはやはり心が疲れてしまい、その関係にも支障が出てきます。そんな関係には必ず終わりが来てしまいます。こちらはニュートラルな気持ちで接していても、付き合っていくうちに何かおかしいなって感じる瞬間があるかと思います。話した後なんだかいつも気づかれしてるとか、気づくといつも自分に場所決めとか何かの集まりのセッティングとかを任されたり、同じグループのはずなのにたまに何かの会に呼ばれなかった時があるとか、いつも愚痴を聞かされる役割をさせられたり、自分は愚痴は言っていないのに愚痴を言っているグループの人たちの仲間に一緒に共犯者みたいに気づいたらさせられていたり、何か少しでも違和感があったら何かのサインだと思ってください。で、同じことが何度も起きるっていうことは何か発言する時です。発言なんかできないという怖い気持ちもわかりますが、この先あと何ヶ月も何年も自分の大切な時間やエネルギーをこのことに費やす価値はあるでしょうか。もちろん心が痛むことでもあると思います。でも自分にいいバイブをくれないもの、自分にいい影響を与えてくれないものにはさよならするのも選択肢の一つです。私が今親しく付き合っている友達も本当に両手で数えられるぐらいです。心を許し合ってお互いに喜怒哀楽をシェアできるお友達がいるのは本当にありがたいことです。そんな人をもし見つけたら、感謝の気持ち、大好きという気持ちをたくさん伝えましょう。言って減るもんでもないものはたくさん言った方がいいと思います。特別な日とかでなくても、ありがとうと言ったり、プレゼントをあげたり、大好きって言ったり、言葉やアクションにして伝えることは大事かなと思います。人間誰しも生まれながらに切っても切れない人とのつながりを持って生まれてきています。ソーシャルメディアが蔓延しているこの世の中、いくらフォロワーがいっぱいいても、いいねがたくさんあっても、ふとした時になんか人肌恋しくなったり空虚感を感じたりするのはそのためです。人間によってできた傷は人間でしか癒せないそうです。社交的な場が苦手、人間不信といくら言っても、やはりそのどこからともなく来る空虚感や寂しさは人間を通しての優しさだったり温かさ、肌のぬくもりでしか満たされないものがあります。この2つのドラマの中で、人間でできた傷は人間しか癒せないというのがまさに描かれています。とても興味深いです。気になった方はご覧になってください。